タルビ日本史へようこそ。はい、今回も私、日本史のある規制がお送りします。えー、歴史総合日本史分野5回目近現代史料編ということになります。えー、今回でですね、えー、この歴史総合日本史編は最終回となります。まあね、えー、意外に短いじゃないかと思うかもしれませんが、まあ基本的にあくまで、まあ読み取りでこんな感じで、えー、慣れてくださいという提示ですので、まあ知識の授業ではありませんので、 えー、まあ、知識の授業についてたくさんアップされてますので、日本史の授業についても、まあ、世界史の授業についても、世界史は世界史の歴史総合の方を見ていただけたらと思います。あくまで、えー、これはですね、えー、例えば教える側で言えば、こんな感じで、まあ、授業を提示したらいかがでしょうか、という形、もしくは、えー、勉強する側では、こういう形で周辺の知識を、まあ、取り入れたらいかがでしょうか、という、あくまでサンプル動画と考えてもらえればと思います。はい。ではですね、えー、今回ですが、 えー、今までがですね、えーまあ、第2回目があ芸術系、絵画です。第3回目が、まあ、産卵子、キートな話で、えー、産業系ですね、えー。第4回目が主に外交系で見ましたから、今回主に政治、えー。政治の内容を見ていきます。これ、政治、外交、文化、社会、全部の、ね、分野を一個ずつ見たということになりますよね。はい。えー、では、早速いきます。 えー、歴史総合は歴史の知識を使い資料を見て、えー、読み的に考える、えー。つまり基本的知識と読解力とで考察力を養う科目です。はい。では次の3つの資料からあ資料 ABC の環境を考えてみましょう。今回はね、2つ問題をやります。最終回です。ではまず問いの1です。では3つの資料を考えていきます。えー、ではまず資料の A です。えー、外人さんですね。結構有名な人知ってますかこちらはご存知ですよね。はい。えー、もうあの人ですよ。 そして資料の B です。はい。初めて文字資料ですね。共通ステストの施策問題で文字の資料出てましたからねえ。では早速見ていきましょうか。はい。2月9日東京、東京全市は、11日の憲法発表を控えて、その準備のために、えー、言語に税した、あー、騒ぎを演じていると。至るところ、式も証明、行列の計画だが、滑稽なことに、誰も憲法の内容をご存じないのだと来ています。 そして資料の C がこれです。はい。またなんか風刺画ですね。何の風刺画なんでしょうか。まあでも流れ的にもうわかりますよね。はい。ではもう一回行きましょう。これが資料の A でした。これが資料の B でした。これが資料の C でした。ではこの3つの関係性を10秒で考えてみてください。どうぞ ということで、では早速行きましょう。はい。まずこの資料の A ですが、この資料は、はい。ドイツの最初、ビスマルクと伊藤博文ということになります。はい。伊藤は、あドイツに行ってますからね。そしてビスマルクをすごくね、えー、尊敬していたんですね。まあ、それがね、いろんな、あこの伊藤のですね、えー、政治に影響を与えてきます。はい。資料 A から、はい。伊藤博文は、ビスマルクの影響からドイツ流の憲法。 さらに国家体制を目指していることが読み取れます。伊藤はね、えー、そのドイツ流のいろんな、ねえー、法律を作っていると。憲法も作っていると。内閣制度もそうです。伊藤と憲法です。1880年3月3日、伊藤は明治天皇に憲法調査のための党を命じられ、ヨーロッパに向けて出発します。はじめ、ベルリン大学のグナイストに教えを受け、さらにモステからプロイセン憲法の地上的抗議を受けます。 えー、さらに、ウィーン大学の憲法学者、シュタインに指示し、憲法法学、歴史法学や、えー、行政について学びます。これがですね、帰国後、憲法の基礎や制定に中心的分かりを果たすことにつながっていきます、えー。グナイストさん、ベルリン大学、シュタインさん、ウィーン大学です。さあ、では次。2月9日東京。東京全市は11日の憲法発表を控えて、 その準備のため、言語に絶した騒ぎを演じていると。えー、だから、ここからまずこの騒ぎを演じていると書いてありますね。えー、至るところ、方式問、証明行律の計画。だが、はい。滑稽なことに、誰も憲法の内容をご存知ないだと書いてあります。えー、この資料ですが、ベルツの日記です。親とい外国人。 からすると国民は中身を知らずに大騒ぎをしていると。冷静な観察をしてますね。えベ、ー、ルスです。えベ、ー、ルスはドイツ人ですね。えドイツ帝国の医師で内科医です。え明治時代に日本に招かれた親雇い外国人です。27年にわたって医学を教え、医学界の発展に尽くしています。えベ、ー、ルスの日記にはですね、えー、日本国民は10年にもならぬ前まで、 封建制度や教会、総員、同業組合などの組織を持つ我々の中世基時代の文化状態にあったのが、一気に我々ヨーロッパの文化発展に要した500年余りの期間を飛び越えて、19世紀の全ての成果を即座に自分のものにしようとしているっていうふうに書いてあります。だから、先ほどですね、 中身を知らない大作業をしてるというふうに書いてありますが、別にこれ日本人をですね、見下してるわけではないんです。冷静な判断なだけなんです。実際にこのように、明治政府の西洋文明輸入政策は高く評価して、その成果を認めてるんです。だから別にベルスは日本人をね、馬鹿にしてるわけではないんですよ、これ。みんね。そしてですね、さらにこう書いてあります。そのような大腸薬の場合、多くの物事は、 逆手にとらえ、西洋の思想はなおさらのこと、その生活様式を誤解して受け入れられ、とんでもない間違いが起こりやすいものだ。日本人にも教えるため、招聘された者たちまで、このことに無理解である一部の者は日本のすべてをこき境ろし、また別の者は日本の取り入れるすべてを称賛する、えー。我々外国人教師がやるべきことは、日本人に対し助力するだけでなく助言することなのだ。 と、当時の日本の状況に無理解な同僚の親子、親とい教師ですね。親とい外国人を批判もしてるわけです。まあ、ここからわかるようにですね、ベルスは冷静に当時の日本の状況を見て、一応書いてるということです。だからこれ日本を批判してるわけではないわけです。いいですね。客観的な、まあ、彼の視点で書いて、同僚に対しても客観的な批判もしてるということです。で、日本に対しても褒めてるわけです。 はい、資料 A、B から。大日本帝国憲法は、ドイツを参考にした君主主義によるもので、近帝憲法の形をとって、発布まで内容は国民には秘密にされたことが読み取れます。だから、国民は知らなかった。そういうことですね。知らされた。では、次のこの資料 C です。見ていきますと、 はい。これ何か。これはね、憲法発砲を描いたものです。あえて憲法を授ける天皇。この天皇が骸骨になってるんですね。なぜかっていうと、まあ、これをね、えー、出した人が宮武骸骨という人だから、骸骨にした。そうやってあえて風刺してるわけですよ。これがね、元々のその憲法を描いていたんですね。はい。えー、この、よく見てください。これとまあ、構図が同じですよね。 しかもね、これ書いた人はアラス銀行という人で、実はこれも書いた人同じなんですよ。アラス銀行と同じ人がこれ書いてるんです。面白いですよね。はい。えー、資料 C から、憲法の内容を紛失するほど、中身を逆にと理解していたことが読み取れます。では、先ほど何と書いてありました国民は知らないって書いてありましたよね。でも、実は知ってる人は知っていたんだってことなんです。 これですよね。この資料は、宮竹外骨が,が1889年3月4日に、トンチ協会雑誌に掲載した、トンチ憲法。これ、あれですよ。憲法ね。ダニポテコ憲法と憲法のあてし。発布式で、名良市銀行の絵です。だからほら、これを書いた人なんです。であえてこれを書いた人が、これを書いてるわけですね。を書かせてるわけですよ。書かせた人がこれです。 えで、大日本帝国憲法に義した、トンチ憲法を、骸骨、宮武骸骨本人ですね、が、くれていると可視する場面なんです。また、条文のね、第一条、大日本帝国は万世一系の天皇をこれを通すって書いてあるんですが、それをもじって、第一条、大トンチ協会は、さぬき平民の骸骨、これを通すと書いてあるんですね。だから、はっきり言って、この、 憲法の内容をちゃんと理解して読んでないとこんなの書けませんよね。ということからすると、先ほど誰も理解してない、誰も知らないって書いてありましたけど、知ってる人はかなりよくわかってて、あえて皮肉ってます。2月の11日に憲法を出たんですよね。3月4日にこれが出てるってことは、もうかなり早い段階で理解していることがわかります。はい、奥に立つ外国は明治天皇。明治天皇が骸骨。 これが外骨になっていると。とんでもないということになりまして、この人は不敬罪。で、最終的に逮捕されています。で、東国は3年半ヶ月に及んだらしいんですね。えー、じゃあちょっと、大日本帝国憲法だけ見ていきましょう。第一条、大日本、て大日本国が万世紀の天皇、これを通す。今言ったのはこれをもじったものです。えー、第三条、天皇は新鮮しておかすべからず。まあ、この第一条、それが第三条、国が、いわゆる天皇主権、主権、在君とされるものです。 天皇主権説の背景です、えー。第4条、天皇は国の元首にして統治権を相談し、憲法を条件によりこれを行う。えー、憲法によって、えー、これ、えー、従う。これがいわゆる天皇機関説の背景です。えー、第5条、天皇は帝国議会の協賛をもって立法権を行う。はい、協賛機関、えー。第8条、天皇は皇居の安全を保持し、またその際、栄養を削るため、緊急の必要により、えー、帝国議会、閉会の場合において法律に変わるべき勅令を発す。この第8条から、 第ここに言うと14条ぐらいまでかな。これは全部天皇体験と呼ばれるものの一つです。第11条、天皇は陸海軍を統帥する。第12条、天皇は陸海軍の編成及備常備兵学を定める第13条、天皇はエク選手はおこし、及び諸般の条約を締結する。第14条、天皇は会議を宣告する。ここまでがいわゆる天皇体験です。第20条、日本新民。はい、戦前は国民を新民と定義しています。日本新民は法律を定めるところに従い平気の義務を有す。 第28条、日本人民は安寧性を妨げず、及び市民たるの義務に素朴される限りにおいて、新旧の自由を有す。はい、第29条、日本人民は法律の範囲において、言論制約、銀行集会、及び決社の自由を有す、えー。ということで、えー、法律の範囲,範囲内において、えー、いろいろ権利は認められています、えー。日本国憲法ではこれが基本的人権になっていますね、完全にね。 はい。第33条、抵抗議会が、えー、貴族院衆議院の両院をもって成立。今は参議院です。えー、そして第34条、貴族院は貴族院流のスラブルところより皇族家族及び直任せられたる議員をもって組織する、えー。第35条、衆議院は選挙法のスラブルところにより公選せられたる議員をもって組織する。ということでですね、えー、それぞれ貴族院衆議院の定義です。 第55条、各部国大臣、国務大臣は天皇を保筆しその責任す、えー。憲法には内閣という言葉は書いてないです、えー。戦前の憲法には国務各大臣としか書いてないです。第、えー、第56条、数密顧問は数密印鑑制の定まるところにより、天皇の主人に応え、重要な国務を審議す。る、えー、続いて、第、えー、第57条、司法権は天皇の名において法律に加わり裁判所これを行う。ということで、天皇の名前で裁くと。 第65条予算は先に衆議院に提出すべし。第71条、抵、え、抗、ー、議会によって予算を議長せず、または予算成立に至らざるときは、えー、政府は前年度の予算を施行すべしと。はい。では、以上から ABC の関係性を見ていきます。はい。伊藤博文は、ドイツ流の君権主義の大日本帝国憲法を起草しました。えー、近邸憲法の形をとり、 8分まで国民には秘密にされたが、知識人たちの中には、それぞれの立場で憲法を理解していたということですね。これが最後の話。だから皮肉で書いてるわけですね。だからもう分かってる人はちゃんと理解していたということですよ。で、あまりその表現が激しいと、さっきのように不経済で、えー、まあ、起訴されたりする人もいたわけです。だからあー、思ってるほどみんながね、知らないというわけではなくて、 あくまであれはあ、その、ドイツの人による客観的な事実で秘密にされていたからってことです。だけど、もう分かってたりとか、えー、その後早急にそれを勉強してですね、カップ後、お立場をすぐ理解した人も多かったということです。はい。えー、ではね、えー、2番目の問題です。えー、今、憲法が来たので、ね、憲法絡みです。 えー、次の二つの資料から、大日本帝国憲法と日本国憲法の三件の共通点と相違点を考えてみたいということになります。はい。では、いきます。これが資料 A。資料 A です。はい、見てください。こんな感じです。天皇、厳守して、統治権の相談者。これが資料の B。 天皇国民統合の象徴です。はい。では、もう一回行きます。三件ですかな三件ですよ。裁判所。内閣。議会。こちらが、内閣、国会、裁判所。では、これと、これの違い。 では、10秒で考えてみてください。どうぞはい、共通点と違い点ですね。では、早速行きましょう。はい、資料の A です。これが大日本帝国憲法の統治機構です。まず、確認しておきたいのが、はい。えー、まず、天皇が、 原種で当社の相談者です。で、えー、議会、国務大臣、内閣ですね、裁判所。まず、三権分離してることは間違いないです。三権分離してることは間違いないです。で、仕事が、共産機関、保守機関、これはまあ、裁判官の任命と書いておりますが、まあ、あくまで、えー、天皇の名前で裁判をするということでしたよね。はい。 天皇からいろいろ授けられてやってるということです。はい。で、天皇の名前で司法権をここは行使すると。はい。じゃあ、早速見ていきましょう。資料 A から読み取れること。まず、内閣は天皇を保守するものとされます。保守です。で、議会に対する責任は規定されていなかった。 まあ今と違って議員内閣制を取ってないです。だから議会と内閣は関係性がないですよね。えー、議会は共産機関とされたと。裁判所は天皇の名前において裁判。しかしながら内閣や議会の政策を憲法に合致するかどうかの権限はなかった。今で言うと違見審査権がないということです。 ちょっと見ていきましょうか。はい。これとこれ、これとこれ。はい。関係性がないですよね。すべて天皇のもとで3件分離してるだけなんですよ。だから相互関係がない。これが大きな点ですね。ちなみに、ここ。この、数密院が戦前は意見審査権があったんです。だから今で言う意見審査権は裁判所ではなかったんです。 以上から天皇のもとに三権分立はしてるが、相互抑制機能がない。これが戦前の三権の関係性ということになります。はい、戦後ですがどうなってますかまず、国会、それから裁判所、内閣、もちろん三権分立してます。天皇は一応象徴ですが、今回政治とは関係ないから、とりあえず除外です。 天皇のもとで、えー、こう、三権を分離するわけではないです、もはや。はい。で、まずですね、ここですね。えー、内閣総理大臣を国会が指名します。そして衆議院内閣不信任案決議があります。では衆議院の解散権があります。内閣ですが、最高裁の長官の任指名、その他の裁判官の任命、 で、えー、それに対してね、えー、いわゆるこれが違憲審査権ってやつです。同じようにこれ、はい、意憲立法審査権。逆に、はい、国会からこちらに弾劾裁判ってのは行いますね。ということで、相互関係がある形になります。これが先ほどの大きな違いです。ちなみに憲法によると、ここがね、国権の最高機関です。だから、今までは最高機関は天皇なんです。これからは最高機関が 国会になってます。いいですね。まあ、これも大きな違いということになります。の、国民、市民は国民というふうに定義を一応変わっています。ということで、もう一回行きますと、国会は、衆議院と参議院より構成され、国権の最高機関、で内閣総理大臣を指名、内閣不信任案を提出、で、弾劾裁判が行います。内閣は議員内閣制を取り、 で、内閣総理大臣は、はい、国会で、国会議員の中から指名されます。はい。で、衆議院の解散権。最高裁判所長官を選任する権限。で、最高裁判所は、まあ、意見立法審査権、違見審査権なんかを持ちます。ということで、今回は、相互関係があることが確認できますね。はい。以上から国会を頂点。 さっきは天皇の元の最高、3権。今回は国会が頂点。で、三権分立。三権分立はしてるんですよ。で、今回は、はい、相互抑制機能があるということになります。以上から、この A、B の3権の共通点と相違点ですが、はい、三権分立を採用している点が共通点ですね。えー、相違点は、大日本帝国憲法では、天皇の元に集中しています。で、相互抑制機能がない。 日本国憲法では、相互の監視や抑制が制度化されています。これが大きな点ということになりますね。ということで、まあね、細かい話というよりも、マクロな目で、ある程度このあたりは図からも判断してほしいな、ということです。はい、では最後にね、一応そこら辺をもう一回知識的に確認します。えー、日本国憲法はあ、ごめんなさい、大日本帝国憲法は、1889年の2月の11日の発布、えー、近定憲法という形で、主権在勲、在君、 え、国の厳守して天皇は統治権を遭難。天皇体権は明文化されています。え、天皇を単独放出し、天皇にのみ責任を負います。内閣です。内閣です。え、でですね、え、議会は共産機関とされ、貴族院と衆議院で一応対等です。え、予算の選議権だけ衆議院でありますが、基本的に対等です。で、国民の権利は法律の範囲内で自由となっています。え、軍隊は市民に兵役の義務があり、統治権の独立。で、改正は天皇のみ改正保守権があると。 はい。日本国憲法ですが、1946年11月3日に発布され、近邸憲法の対義語として、民定憲法という言葉を知っておきたいです。で、主権在民ですね、えー。天皇は国民統合の象徴となっています。で、議員内閣制を採用し、国会のみ責任を負うことになります。で、さっきは、あくまで、えーねえー、これ、内閣総理大臣の規定はなかったんですね。今回は規定があります。で、議会ですが、国権の最高機関となります。 で、衆議院と参議院で構成されまして、衆議院が優位です。衆議院が割る、参議院が割もう一回衆議院が割ると法案が通ります。で、えー、権利ですが法律の範囲内だったのが、基本的人権が保障されます。で、えー、軍隊は一応表向きないことになってますね。平和主義。そして戦争放棄です。で、えー、改正は国会が補足し、国民投票で決まるということになります。で、えー、内閣総理大臣は基本的に誰でも戦前は慣れたんです。今は国会議員のみということになっています。 そして、えー、戦前はですね、えー、そもそも大臣自体が、いわゆる軍部大臣と言われる陸軍大臣、海軍大臣以外は規定がありません、えー。戦後は半分以上が国会議員じゃなくちゃいけないわけですよね。えー、その違いも最後に見ておきます、えー。首相の選任ですが、まず資格、戦前はありません。選び方も決まってないんです。今は文民で国会議員で国会議員の中から国会の議決で指名されます。 で、首相の権限ですが、天皇を保守、補佐します。で、国務大臣と同じ地位で非免権がない。これが結構問題なんです。だから戦前は閣内不一致と言って言うことが効かない大臣がいた場合は、首にできないんです。その場合どうなるか、一緒にやめるしかないんです。だから戦前は閣内不一致は、総辞職になります。さあ、で、統帥権は内閣から独立して天皇に直属。えー、戦後はですね、国務各大臣を任命し、任意に非免できます。 だから、例えば閣議決定するときになんかこうね、言うこと聞かない場合は罷免して、首相がその大臣を兼任して2箇所署名すれば閣議決定できます。軍部との関係。現在は自衛隊の最高指揮官特権を有しています。シビリアンコントロールと呼ばれるのがこれですよね。今回はですね、最初の問題でですね、いわゆるドイツの影響で憲法が作られ、その憲法を国民がどう考えていたのか。 えー、そしてですね、えー、その国、憲法について、いわゆる外国人ね、日記ではどう書いていたのか。まあそこら辺のですね、ものを読み取っていく問題が最初でした。そして次の問題では、その大、えー、日本帝国憲法と戦後の日本国憲法のね、えー、違いをマクロ的な目で見てみよう。そういう問題でしたね。まあね、えー、今回は文字とかによる資料とか図とかいろんなものを使って、まあ視覚的に捉えるだけじゃなくて、情報を取り入れよう。そういう問題をやってきました。 まあこれでですね、政治、外交、経済、文化、その他のいろんな分野を見て、とりあえずストーリーやったと思います。まあですね、えー、本当はもともとやりたいのでですね、またいつか機会があったらね、やれたらなと思いますので、ね、まあ、そこら辺も込みで期待があったら、コメントを入れていただけたらですね、チャンスが生まれるかもしれません。まあですね、えー、とにかくですね、この科目は暗記というよりもですね、基本的な知識と、あと情報をどんどん処理できるかどうかということに関わってきいますので、 なるべく教科書や図説の写真やグラフ、いろんなものをなるべく時間をかけて目を通してじっくり見てですね、まずそこからですね、頭を使って何が読み取れるかをね、日々考えてみていきましょう。そうするとですね、問題の解く能力も上がってくると思います。ではですね、またどっかいつかお会いできたらなと思います。えー、では、これでこのシリーズンは終わりです。ありがとうございました。それでは